はい、3D インチです。今回は、XP ペン社様から、2023年新登場した液晶ペンタブレット、アーティストプロ14、ジェンズをご提供いただきましたので、軽くレビューしていきたいと思います。早速開封していきます。付属品は、毎度おなじみ各国対応のアダプタ、USB ケーブル、本体接続用のケーブル、クイックガイドやクリーニングクロス、グローブ、片手用デバイス、新しくなった充電不要スタイラスペン。ペンケースには2種類の会心が入っています。本体を見ていきます。アーティストプロ14ジェン2のディスプレイは WUXGA 解像度 1920×1200 ピクセルです。 UHD よりも少し縦にピクセルが多いです。良い手触り感。特徴として後ろにはスタンドが内蔵、スタイリッシュで良いですね。上部には電源ボタンと起動調整ボタン、接続用ポートが2つあります。片手用デバイスのワイヤレスショートカットリモート ACK05 を見てみます。10のボタンと1つのホイールを搭載。ホイール中央のボタンは機能切り替えで使えます。ワイヤレス接続や有線での接続が可能です。そして新しい X3 Pro スマートチップスタイラス、サイドには2つボタンがあります。早速 PC に最新のソフトウェアをインストールして接続しました。新しいペンは16384段階の筆圧検知が可能です。すごいですよね。片手用デバイスの方も、武器はもちろんそれぞれのキーにショートカットや機能を割り当てができます。ざーっと自分好みの設定をマッピングしておきました。試し書き。いかがでしょうか。ここまで来ると8K も16K もその違いはドンパンの私にはわからないですが、ただ気持ちよい性能なのはわかりますよ。ということで、今回も恒例の落書きスカルプトをやっていきましょうか。ネタで投稿したキミイキの画像にインスピレーションを受けたお猿さんマスクを作っていきます。ブレンダーのスカルプト程度ではこの筆圧を生かしきれてないなとか思いつつ、サクサクモリモリと掘り進めていきます。高度な機能を使わないシンプルなスカルプトです。使ってて感じたのですが、液晶の色味も旧型の XP ペンアーティストプロシリーズより明らかに綺麗なんですよね。筆圧もそうですが、年々性能向上しているのに驚きです。まあこんなもんでしょう。可愛いマスクが出来上がりました。いかがでしたか。ちょうど良いサイズ感かつ高性能な液晶ペンタブレット、アーティストプロ14ジェン2、個人的にかなり好印象な製品モデルです。商品についてのその他詳細は紹介記事や商品販売ページをご確認ください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。解説は 3D インチのバーチャルキャラクター南がお送りしました。ご視聴ありがとうございました。